特産式内貨庭価値車は第二次世界大戦中に日本海軍が開発した水陸両用戦車である。1943年に正式採用された。95式系戦車の部品を流用して作られた特2式内貨庭に対し特産式内貨庭は日本陸軍の一式中戦車を広範囲に回収している。また、 より早期に出現した特に式内過程よりも大型かつ能力を増強した車両となっている。日本海軍では艦隊決戦に際して太平洋の島々を奇襲攻撃し占領後に拠点として用いる計画が存在した。このためには自力で海上航行し海岸に上陸可能な車両が必要とされた。この作戦案に基づき1941年に 特に式内過程が設計開始された。特に式内過程の設計が成功を収めたことは、軍令部の作戦立案者たちを満足させ、また、より強力な装甲と兵装を備える大型の車両が、将来の水陸両用作戦や特殊部隊を用いた作戦において有用となるだろうことが決定づけられた。特産式内過程は1943年に開発が開始され、 最初の車両が任務に就いたのは1943年後期から1944年にかけてだった。しかし、特産式内過程は19両が1943年から1945年にかけて生産されたのみにとどまった。海軍の主な優先順位は艦艇と航空機の製造にあり、また特別な水陸両用作戦のための確固とした。 計画がなく、特産式内課程の量産は、非常に低い優先順位のままとされた。特産式内課程は、陸軍の保有する一式中戦車の車体に大きな回収を施したものであり、またこれにより、早期に出現した二式内課程よりも、相当に良好な装甲防御と火力を持っている。車体は、平滑な面構成を持ち、これは前方及び、 後方の浮き船と、なだらかに接続されている。前方の浮き船は、艦艇の戦士形状にカーブが付けられており、また戦車が上陸した際には、前後の浮き船ともに、車両内部から投機が可能となっていた。しかし実際には、これらが敵砲火に対してわずかながら追加の防御効果を与えたことから、浮き船は普通外されないままに残された。 特に式内過程の全面走行が 12mm であるのに対し特三式内過程の全面走行は 50mm とかなり強化されている特に式内過程で内装式となった走行装置のコイルスプリングは特三式内過程では外装式となったほか車体両側の走行装置に天輪が2個追加された上部天輪は4組である 特産式内過程の手法である一式 47mm 戦車砲は、砲身長が48口径の 2250mm であり、不要角度はマイナス15度からプラス20度だった。砲固有の射界方向は左右10度、方向初速は秒速 810m で、貫通能力は射程 100m において 55mm、射程 1000m では 30mm である。 これは日本陸軍の新砲塔、地破車が装備する 47mm 砲と同様だった。副兵装は合計 7.7mm の97四季車載重機関銃を同軸に装備し、また車体前面にも同じ兵装を装備した。浮き船を装備した水上状態でも車体のほとんどは水面下になってしまうため砲塔からは 陶機可能な展望塔が大きく突き出していた。これは円形のキューポラを持ち、竹の延長された展望塔として設計されたもので、ハッチを水面より上に保つ。特産式内科程はまた、独特の大型空気吸入塔を砲塔よりも後方に備えているが、これはディーゼルエンジン用の空気をより能率的に取り入れ、また排気を海水に妨げられないよう維持するためだった。 車両の乗員には7名が必要とされたが、彼らのうちの1名は、特に式内家庭と同様、車両に登場する整備兵の役割を担っていた。本社は、潜水艦への搭載も考慮していたため、車体は水密化され、耐圧構造が施されていた。作戦時、乗員はすべて車内に収容し、砲塔と車体の間は、耐圧外によって水密され、 安全深度は100メートルまで確保された。特に式内過程は潜水艦で運用するにあたり、エンジンと電装品を外し、車内に注水する必要があった。また、浮上から発進までに30分の準備時間を必要とした。しかし、特三式内過程はそのまま発進が行えた。特三式内過程は日本本土にのみ配備され、作戦には参加していない。 終戦時、横須賀第16特別陸戦隊に20両が配備されていた。本来、特型内貨庭は機中攻撃用の車両であり、防御用の車両ではない。実戦参加した特に式内貨庭の戦闘能力は、軽戦車程度に止まり、水陸両用の本領発揮の機会も与えられなかった。特3式内貨庭は、非常に限定的な台数のみが生産されたが、 潜水艦からの発信能力を持つことから確実に有用だった。南太平洋や東南アジアの島々に孤立した守備隊のための困難さを増した増援任務であっても本社は収容が可能だった。ありがとうございます。